榎本さんの中で長続きしないんじゃないかなと思って想像以上に化けた人とかもいらっしゃいますか？ミモリンなんかは結構頑張ったなって思った。もともと大畑だから声別にすっごい可愛いってわけじゃないんだよね。ミモリンって実は顔めちゃくちゃ可愛いし性格もめちゃくちゃいいけど、声はそんなにキュンとした声の声じゃないから、ミモリンなんかは私の想像以上に「ラブライブ!」が化けたって感じだったな。結構アイマスの2番煎じみたいなところあったから、ラブライブがここまで跳ねるとは思わなかったけど、キャラクターのプニプニ感はラブライブの方が私は好きです好みかい好みはある。でも別に曲とか全然知らないんだけど、いやでもいい曲いっぱいあるし、ね、池があったじゃん、紅白出たりとかした。あ、しましたしました。ねえ、なんかすごいよね、そういうのにムーブメントにちゃんと乗れて、運も持ってるし、もちろん性格もいいし、愛されるよね、可愛がってる後輩のうちの一人です。だから嬉しいです。